ライアトゥルー、あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもこやきです。アンバサダーのトエです。皆さん、あと半年後に世界が大きく変わってしまう可能性があります。え、隕石？あ、やっぱそういうことになっちゃう。なすすべなし、なすすべなし、なんか爆伸びしてるんやろね。なすすべなしやのに押してるのめっちゃおもろい。いやでも押すしかないよ、なすすべないなら。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうなんです、今回も決してポジティブな変化ではなくてちょっとネガティブなことになってしまうんですけど。またですか。はい、今日はですね、以前小屋下でも取り上げてすごい話題になりました、アビギャ・アナンドくんです。あ、アナンドくん、はいはいはい、はい、インドの天才少年ですよね。そうなんですよ。最新の予言を実はですねされてるんで、それ紹介したいなと思うんですよね。悲しいことにアナンドくんの予言が当たってしまえば、僕たちが生きていた中で一番苦しい時代になってしまうんじゃないかということです。なんでよ、せっかくちょっと良くなってきたのに世界。そうなんですね。アランド君といえばインドの天才先生術師の少年で、パンデミックの出現時期を当てたりとか、はいはい、1年以上パンデミックの動きについての予言を正確に当てているんですよね。すごいよね。さらに変異株の出現なども当てていたりと、世界的に一躍有名となった天才少年なんですね。前回の配信が7月7日だったんですね、小林さんはね、はいはいはい、で新しい予言をなんとその数日後の18日と9月21日も発信してるんですよ。小林さん見てくれたかな。ありがとうございます。そんなアナンド君の最新予言を皆様にお届けします。はい、気になります。2022年3月、パンデミック計画最終章。計画最終章って言ってみんなちょっともしかしたらとか、いろんな陰謀論を想像したりとかもするかもしれませんけど、まあね、ヒロアカも最終章やしね。そうですね、これまでたくさんの人がパンデミックについて予言してたこともあるんですけども、パンデミックのその先に起こる危険性っていうのを警告してる人はなかなかいないと思うんですよ。どういうこと。はい、しかしアナンド君は警告してます。それが来年3月4月に向けてクライマックスを迎える。え、むしろ始まりって感じだけどね、シーズンは。そうなんです、それ次が怖いでしょ。そしてシーズン、あ、うん、聞き逃してしまった。また野球の話か、ね、あ、そうそう、クライマックスシリーズは終わってるからね、4月には。ああ、なるほど。阪神の絶望的なところから次のシーズンに向けてという感じでしょうかね、来年の3月。あ、まあ、優勝延期してるからね、来年に。あ、延期ということですか。延期延期。次は怖いですよ。はい、今見ているものは氷山の一角。いやいや、こんな苦しいのが氷山の一角だってたまるかいな、アランド君。じゃ、ほんまにそう言っておられるんです。最近では日本では新規の感染者数も減ってますよね。はいはい。さらに10月25日の時短などの完全解除、順調に収まりつつあるんです。おー、いい感じやん。はい、これで終わりと皆さんは思ったりもするよね。思うよ。実はね、最近になってまた新しい変異株が、まあ、ロシアとかイギリスでも誕生しているということ。そうなん。変異株ってどういう理屈か知ってる？え？ウイルスってなんかそれをコピーしていくね、だんだんね。その入った時点でそのコピーを失敗しちゃうことあるんだって。たまにパソコンでコピーミスしてファイル壊れちゃったりとか、あるある、違うファイルになっちゃうとか、それと同じコピーミスることあるんだって。確かに俺もコピーよくミスるよ。あの免許証とか、あ、免許証持ってんかった、保険証とかコピーするとき。いや、なんで嘘ばっかり言うの今。何や免許って今。普通の免許で出てる。いつも何をコピーしてんの。怪しい仕事してんちゃうよな。やばいやばい。東学でなんか知らんけど、俺のね、パスポートの写真とかね、1ピーのね、免許証の写真とか、なぜかね、持って、あ、持ってる持ってる。時々、いつでも出せるかな、みたいな、なんか、マウント取ってくるんですよ。あるよ。あれ、なんだあれ。あ、持ってるよ。で、持ってるよね、だから、なん言うて。あ、全然、いつでも。あ、そう。はい、まあ、それはコピーミスによって、まあ、変異株ってのが起こってくるわけだけど、うんうん、今後ももっと凶悪なものが出てくる可能性はあるわけなんですよね。おー。それは、このパンデミックは仕組まれたものかもしれないとも、アナンド君は言っています。ちょっとさ、僕たちが陰謀論っぽく、実は裏で操ってるやつがとか言ったらちょっとまあ都市伝説だと思うけど、こんだけ当ててるアナンド君が言ってるってちょっとありえそうと思わない？まあ確かにね、はい、パンデミックは支配者階級によって人為的に起こされた、まあ、なんかそういう話も出てますよね。民衆コントロール法の一つとして意図を持って作られた。こんな警告を発信していて、今までよりもちょっとね、一歩踏み込んだ内容なんですよね。確かにね。さらに、アナンド君が占う占星術の観点からも悪い影響が見えたということなんですって。そうなんや。はい。星の動きって、2021年9月半ばの頃、木星の位置が逆行して水瓶座からお羊座に戻ることで、木星の力が最も弱い位置に移動したということなんですって。あんの、ジュピターがどっか行ったら。まあ、どっか行ったというか、ちょっと弱い位置ということなんですよね。で、これは占いの観点から言うと、地球にネガティブなことが起こる位置に木星が動くという意味なんですって。なんでよ、阪神の優勝逃すとか。さらに木星がネガティブな位置に動いたと同じくして、何らかの天体が木星に衝突大爆発したことによりさらに不吉な予兆が起きたということです。木星ってそんな大変なことになってんの。こちらをご覧ください。何これ何これ。だって木星ってまあみんな知ってたように超巨大な、ね、ほうほうほう、天体やんね。それでもはっきりとこんだけ見えるぐらいってことは相当でかいよこれ。何これ何これ。すごいよね。何があった木星に。さらに木星と土星の位置がですね、20年に一度の大接近をしています。これは20年前の再現が起こることを暗示している
るんじゃないかということなんですって。ああ、都市伝説界よりよく出る20の法則みたいなやつですね。そうです。それが2001年の再生リボーンですか。そうなんです。アランド君はですね、来年の3月4月までにパンデミック再発の危険性だけではなくて、2001年の再生が行われると警告しております。どういうことですか。はい、日本ではね、菅さんから岸田さんに、まあ、総理大臣が変わりましたよね。2001年も誰から誰になりました。誰から誰になったの。でもよく知ってる人ですよ。誰。森さんから小泉さんに変わりましたね。へえ、あ、小泉さんって2001年からやってんの。よく頑張ったって。これよう覚えてるわ。今までの森さんまでの政権って結構批判も多くって、今ねオリンピックのこととかやられてるじゃないですか。っていうのにちょっとなんかすごい人間的にはめっちゃいい人らしいんだけども、ちょっとなんか抜けてるところがあるみたいな。だから小泉さんも期待値バリ高かったよこの頃。いや、わかるわかる。俺らもなんか小泉総理万歳みたいなで遊戯王カードバラバラしとったもん。どんな子供？ええ、ほんま、一体どんな子供ですか？まあ実際ね、拉致問題とかを解決に向かうっていう意味ですごく大きい活躍をされた方でもあるんですけども、そういう動きがあるわけ、はい、で2001年といえばやっぱり忘れちゃいけないのが、まあね、あのテロですよね。そう、 9.11 のことじゃないですか、うん、世界的なねテロ事件が起こったということもあるんですけども、ね、今年2021年はアメリカ軍がアフガニスタンから撤退したんですよね。だからタリバン政権が実は復活するんですけども、確かにまさにテロ以前にまあ戻ったと言える部分があるんですよ、ね、でつまりタリバン政権が復活ということでは終わらず、再びテロ攻撃が始まる、つまり戦争が起こる可能性があると、まあ、そういうことを指摘してるんですね。なるほど、はい、以前ゲストでも来ていただきましたフリーメイソンのねマスターの方も戦争は儲かると言ってましたよね。こちらの回です。こちらも55万再生されてるんだけど、いやすごいね、期待値がすごいよね。もし戦争が始まってしまったら、2001年当時にはなかった、まあ、新しい兵器とかさ、軍事作戦に使える機材といった武器とかっていうのを売り込むチャンスじゃん。そういう黒幕がもう裏では動いているのかもしれないということなんですよ。で、アナンド君が継承している来年3月4月に向けてクライマックスを迎える、そして今見ているものは氷山の一角、この発言はもしかしたら戦争である場合、確かに納得のいく部分があるんじゃないか。まあ実際ね 4.11 とかも何か起きる可能性はあるんじゃないのかとか、うん、やっぱりその369の法則から 3.11 とかもね、うん、ありましたから、意外とねそういうことって語呂合わせとかたまたまでしょっていう意気もあると思うんですけど、なんかそういう計画書がやっぱ闇ではあるそうで。そうですね、ね、怖いよね、うん、そして戦争だけではないんです。アナンド君は戦争とは別の危機が訪れるかもしれないとも言っています。一体どんな危機が迫ってると思いますか。なんすか。第2のリーマンショック。いやもうアナンド君やりすぎやって、そんないっぱい一気に壊しちゃ困るだろ。アナンド君が起こすわけじゃないんです。ああ、なるほどなるほど。実はですね、戦争だけではなくて、うんうん、経済的ショックも同時に起こるという可能性があるということですね。なんでよ、はい、リーマンショック覚えてます。覚えてますよ。もう当時高校生ぐらいでしたけど、はい、うん、僕の親って言ったらもういわゆる最後のバブル世代みたいなこと言われていて、ものすごいやっぱり食的にも溢れかえってた時代だから、お金めちゃめちゃあげるからうち来てよみたいなことが多かったみたいですし、その頃の知ってる人とね、大阪でよく飲んでたんだけど、当時東通り商店街わかるよね。わかるわかる。あそこでタクシーめっちゃ止まってるやん。あ、もう3車線ぐらいタクシーの時あるやん。あるある。だからタクシーなんかもう乗れて捕まえて当たり前やんか。でもあの頃ってもう飲み屋街が人多すぎてタクシー全然通らんかってんで、今みたいに配車アプリないから、まあ、確かにね。どうやってタクシー止めてたと思う。わからへん。どうやって止めてたの。札束踏んでこうやって。へえ、札束振って止めさすみたいな。怖っ。そんな時代やったって言ってて、 それがパンってリーマンショックの後に弾けて、そういうことがまあできなくなる。じゃ、昔から俺タクシーの運転手さんその話たまにしますよね、大阪で。そうね、あの頃はねめちゃくちゃ多かったよ兄ちゃん。そうそうそう、ほんまにね。それは第2のリーマンショックって、今の子供たちとか20代の頃って最初から結構景気が悪いところから来てるから実感ないかもしれないけど、それがね僕たちが知ってるリーマンショックを上回る可能性もあるんだよね。でしかもそれはですね、すでにもう始まっているんですよ。どういうことですか。ニュースなどでも話題になっていますけども、中国のですね恒大集団という企業がありまして、これが経営破綻を起こしそうになっています。そうな。中国の一企業が、まあ、なんだと思うかもしれませんが、現在では2兆元の借金とか負債を抱えてるんですよ。どれぐらいなんですかね。日本円にしますとなんと 35.5 兆円。え、ロシアの国家予算1年分とほぼ同じくらいの額という、とてつもない負債額なんですね。じゃあ例え悪いですけど、ロシアがデフォルトしてもうたぐらいの経済効果があるってことですか。そう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 。やば。不動産界隈これやばーみたいなこと。また不動産なんかいな。そうで、今どうにか株や資産を売ってこの負債を、まあ、処理しようと穴埋めしようとしてるんですけど、まあ、うまくいってないということで、もしかするともうこの会社が破綻してしまったら中国がダメージを負ってしまうと、まあ、中国だけの話と、まあ、他人事ではいられないわけですよ。これ中国は世界第2位の、まあ、経済規模を今誇って
っているんですけども、 そうですね、その影響はめちゃめちゃ大きいと。世界全体に広がってしまい、最悪2008年に起きたリーマンショックよりも世界的大不況になってしまう可能性が連鎖的にあると。しかしですね、この話裏で別の意図が、まあ、動いているのかもしれません。どういうことですか？実はですね、2008年のリーマンショックの後大きく成長した企業があるんですよ。どこですか？それが今から言う皆さん知ってる会社ですよ。 Google、 Amazon、 Apple、Facebook、 いわゆる GAFA と言われる、そうです、まあ、世界のトップクラスの企業なんですけども、確かに2008年ぐらいから成長したと言われたらそうかもな。そう、世界の不況の中にあったとしても、この4社は業績がどん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 伸びて、まあ、Amazon の創業者のジェフ・ベゾスさんなんかは今では世界1位のお金持ちなんですよね。いや、すごいね。つまり逆を返せば、リーマンショックがあったからこそ世界に影響を及ぼすような大企業になれたということでもあるんです。なるほど、はい、そして今年世の中がパンデミックで苦しい時にもかかわらず、この4社の企業は過去最高の売上高になっているのを皆さん知ってました？ネバーネバーネバーギブアップってことですね。すごいよね。だって、まあ、飲食店とかサービス業とか観光とかいろんなところが大打撃を食らって、だほとんど大打撃を食らってるんだよね。その中でも業績を伸ばせるこの IT の世界、すごくないです？いや、すごいわね。え、まあ、僕たち YouTuber も多少追い風になったところも、まあ、あるんですけども、それでもやっぱ世界が疲弊してるっていうのはなんか面白くないじゃないですか。不幸なことですしね。その中でもちゃんと業績を伸ばしていけるっていうのは絶対何か仕掛けてるものがあると。 Google 儲かってるならちょっとね、頼むわ、口座教えるから。何を頼む？ボーナス。何のボーナス？ YouTube よくやってくれてるねみたいな。どうどうどう、 YouTuber 全員のお金あげますみたいな。何人以上？え、もう全員。え、チャンネル登録1でももらえる？もらえる。いくらもらえるの？え、もうそれはチャンネル登録者の数分かける10みたいな。え、俺何？もうヒカキンさんとかで1億円もらえる。まあ、いらんやろけど。そうやろな。再び経済危機を起こすようなことで、まあ、より企業を大きくしようとしているのかもしれないという、まあ、噂がある。マジかよ、はい。2022年は試練の年。いや、もう言って。戦争や第二のリーマンショック、そしてパンデミックと大変なことしかなさそうな来年なんですけども、うん、まさにね、試練と呼べるんじゃないですかね。アナンド君からちゃんとアドバイスもいただいております。ありがとう。前回に引き続き今回の予言でも、ちゃんと皆さん聞いてください。ありがたいお言葉なんで。なんすか？健康的なライフスタイルで過ごして、自然免疫曲を上げること。うん。続きは以上。ちょっとだってね、今だ戦争が起きるとか、もしかしたらリーマンショックで職を失うとか、しゃー言うてるのに、その健康だけ維持してもね、生きてかれへんけど、どないしますの、アランド君。ね、聞いてます？おい。まあ、つまりね、うん、自分の努力で、まあ、免疫力を上げてねっていうことは、うん、まあ大事だ。そう、大事大事、それ大事よ、分かるよ、アランド君。ちゃんとまだ続きも用意しますよ。なんやるんや。はい、でもまだ踏み込んだこと言ってくれてます。うん、今のジャブは人工免疫ではない、長期的に発生する人工化学物質への奴隷制だということを言ってるんです。これちょっとね、これ以上踏み込んだことの解説をしてしまうと多分 YouTube 消される。簡単に言うと、今のこのありますよ、これみんなねやってた、これはもうダメだみたいな、そういうことなんです。自分の免疫力を上げることでしか防げないよみたいなことを言ってるわけです。すごくない？これ もうちょい早く言ってくれたのそう、それ人の価値観なんで、まあ、強制とか別にそんなことないんですけど、以前もインドの、まあ、伝統医学であるアーユルヴェーダ、これ東洋も知ってるよね。そうですね。免疫力が高まる効果があると言われている。そうそう、まあ、有機野菜を食べる、でウコンを取るという、まあ、現実的な方法を提唱してました。あと鉄鍋とかで湯飲むね、さゆ作んね。おー、それもいいらしいね。そうそう、現実的な対策を提唱しているということは、まあ、裏を返すと自分の身は自分で守るしかないという警告をしているんじゃないかと。つまり自己防衛おじさんということですね。そういうことですね。もうなんか信用してダメ。いつか俺自己防衛おじさんと YouTube 撮りたいよな。俺あのフリー素材の人たちになんかめちゃくちゃハマってて、今インタビュー受ける人たち。あ、そうそうそう、わかるわ。バキドーさんのバキバキ童貞さんのチャンネルとかめちゃくちゃ見てるんよ今なるほどなるほど。ちょっと来てほしい。じゃあお互いねちょっと憧れの人がね呼べるようにちょっと、はい、精進していきますよね、はい、よろしくお願いします。まあアナンド君はパンデミックの脅威だけではなく、その裏に潜む大きな陰謀に気づいて、まあ、世界的に発信してくれてるのかもしれないねというのが今回の説です。なるほど。いかがでしたか？いやー、なかなかね悲しいことばっかり言うとったけども、まあ来年はね、まあ、楽しく過ごしたいっすね、まあ、この2年ね、はい、まあ、どっちかというと、まあ、我慢の年というか、うん、そういう日々やったんで、まあ、ちょっとね海外旅行行くとかそういうことができるといいなと思ってるんで、まあ、なんとかちょっと世界が遊べる情勢になるように祈ってます。はい、まあ、ということで本日の鳥肌スコアは2022、本日の鳥肌ポイントは、いやすごいね、こんな攻めた予言をどんどんされて、うん、またちょっと当たりそうっていうのが、まあ、怖いけど、まあね、まあ、もちろん外れてくれた方がね嬉しいんだけど、うん、でもこんなにいろんな予言者と言われる人たちとか天才少年とか頭のいい人たちが何かしらやっぱり来年は起こるって言ってんじゃん。そうですね。ね、それはちょっと警戒しちゃうよね。
まあ、とりあえずねやっぱ免疫上げていきましょう。はい、まあ、僕たちいろんなツイッターとか LINE ライブとか、まあ、そして小池さんもインスタとかやられておりますので、まあ、ぜひ登録してください。最近ねインスタを結構ちょいちょい毎日上げてるんですよ、ストーリーを。えらい、僕は全然あの自分がねあのポケカにハマってからは、小池ちゃんポケカをまだ作りまして、あっちの YouTube ばっかりやっております。はい、そう僕たちねいろんなことをチャレンジしますので、ぜひね概要欄全部チェックしてみてください。お願いします。フォローしてくださいね。はい、それでは See you。 なんとバイデンさんがですねケネディ暗殺の文章を全面公開延期ということで、調査によって単独犯というふうに断定されたオズワルドなんですけども、はい、逮捕後にこんなこと言ってます。自分はハメられた、身代わりにされた。実はこの公開の延期には、FBI と CIA の強い反発があったというふうに言われているんです。ケネディ・ジュニアさんが自分で操縦する小型飛行機の墜落事故によってなんと1999年にお亡くなりになっております。ほんまに事故です。公開したら多分消されるって分かるんやろな。多分